梅の花がつぼみがたくさんついてる。こんにちは。15歳のおばあちゃん犬です。もう目が見えてません。日向ぼっこの日課です。くんの日向ぼっこをします。そしてピノちゃんがいつも日向ぼっこをする狭いお庭、駐車場です。今は大根さんが1本ずつ割ってます。更新大根、こっちが普通の大根、そして多肉植物、そしてガザニアさん、なんとレタス、まだ生き残ってます。なんてバーハベナ、全然元気です。ラベンダー、お、球根が芽を出してる。アラキシスかな。テリアの球根も芽を出してます。なんと午前中のこの時間だけしか日が当たらないので、お花はあんまり育ちません。冬越ししてくれそうですね。この小さなお庭でお花を楽しんで手入れしてる横に、いつもひのさんがひなたを。目が何にも見えてないので動きません。去年の夏まではあんなにこの庭うろうろしてたのにね。急に降るんですよね。じいちゃん、こんなにゃんこちゃんのご紹介です。
今日はこの子が日向ぼっこしてました。名前はクロちゃんにしようかな。こんにちは。